上昇、フルスピード、高度、1200、500。痛い！バカ！右へ急旋回。痛いったろ、バカ。寝ぼけやがったな。うん、飛行機にね。何言ってやんだ。来てこい。食べたよ。ボケ野郎、毎朝じゃないか。それから寝ぼけるといつでもこれだぞ。いいよ。風邪でもひいたら困るじゃないか。だって俺の足でかじりついて、右へ急旋回ってのは寝言嫌がるんだよ。いいよ。ねえ、サブロ。まあいい、いかに飛行機が好きだって、少しはしっかりしてくれなくて困るよ。うん。うん、サブロ。じゃあ、早く帰っておいで。うん、やり方はハキハキしないとまたお父っつぁんに叱られるよ。俺今日腹具合が悪いんだよ。ひくひく痛んで熱があってめまいがして、チッこの上少し眠いんだろ。違うよ。うん、まあまあいいや。今日おめえ息いかなくてもいいや。おい、えでもね、寝てきゃいつまでも腹具合が治らないぞ。俺の帰ってくるまでにな、苗の前にある町をみんな割っときな。あれ、ずいぶんあるよ。うん、あれっぽい、なんだ。ちゃんと割っとかなきゃ、晩飯を食わせねえぞ。飛行機に乗れるようになっても驚くなよ。冗談言うね。お前のようなトンマ野郎が飛行家なんかになれるかってんだ。トンマ野郎、弟でもってあんまりバカにするね。トンマだからトンマだってんだ。もし飛行家になったらどうするよ。なれっこないったらお前のようなバカに。何がおかしいんだ。どう。なんだい。おい、ちょっと来いよ。なんだお前、この町をみんな割っておけ。え、三十郎までいい。これ用があるんだよ。用？生意気なことを言うの。お前なんかに用があってたまるもんか。割っとけ。嫌か。嫌か。割っとけよ。怠けるなよ。お前、あの巻きみんな割っとけ。やだよ。何？嫌だ？おう、俺はあんまり巻き割るの好きじゃないんだよ。生意気言うな。割っとけったら割っとけばいいんだ。割っとかないと、これだぞ。割っとくよ。変なこと言うね。どうして？どうしてって、兄貴が二人もあると弟は惨めだぜ。そうかな。うばりたいだけ威張ってさ、こんな巻き割りなんかみんな俺にさせちゃうんだもん。でももうじき航空隊行くんだからいいじゃないか。うん、早く通知来ないかな。心配だな。大丈夫だよ、サブちゃんも俺も問題はみんなできたんだもん。早く航空隊行きたいね。うん、あ、今朝ね、戦闘機乗って今見たよ。どうかい。とっても痛快だったぜ。サブロえ油を受けやると、そうしねえぞ。もうガリガリ言うなよ。何？悪いよ。
誠一さんが来たよ。来た来た来た。はや来て来て。今日はボール乗る番だよ。けおい、弁当箱潰すなよ。うん、大丈夫だよ。みんな覚えたかい？覚えたよ。うん、じゃあ一緒に歌おう。1、2、3。おひでちゃん、おはよう。おはよう。子供たちすっかり覚えちゃったのね。うん、毎日途中で待ってんだからね。そう？うまそうな売りだね。お母さんがあんたんちへ持っておいでって今朝畑から取ってきたのよ。そうかい。おはようございます。ああ、おはよう。お父さんいかがです？ええ、だいぶいいんですけど。そう。今、おひでをちょっとお見舞いやろうと思ってたの。いつもすみません。せいちゃん、この間の写真もうできたよ。そうかい。ああ少し焼きが黒いけど、上手だろ。うん。見せてよ。まあ、すました顔。おひでちゃんだってよそ行きの顔してんじゃないか。どうだ。まあ、兄さんの下手くそ。何？いつも顔が真っ黒けじゃないの。いいよ、もうお前なんか取ってやんないから。ケンキチさん、食べますよ。あ、これはどう？これもらっといてもいいね。あ、いいよ。ダメよ、私の持ってっちゃ。だってケンちゃんからもらったんだもん。いやよ、そんなクロンボみたいの。ダメ。まあ、あんまり話し込んでると遅れますよ。そうだ、じゃあ、さよなら。さよなら。ダメよ、ダメだったか、誠一さん。誠一さん、返してよ。さよなら。おじさん、遅れてすみません。おう、来たか来たか。お父さんがまた悪いのかと思って心配したよ。何、ちょっと道草食っちゃったもんだから。ああ、そうか。おはようございます。おはようございます。おはよう。いや、球児。はい。銀紙やろう。どうもありがとうございます。まだ集めていいのかい？え、ずいぶん熱心だな。だって僕が銀紙飛行機に乗るときが来ないとも限りませんか。何？飛行機に乗る？ええ、水原はね、少年航空兵を志願したんだよ。おお、少年航空兵、そいつは素敵だな。
山崎歩兵隊殿のおすすめであります。そうか、水原のお父さんは、そら、あの海軍の重砲隊で沈騰の戦争に参加して名誉の負傷をした勇士だ。その息子だから大いに勧めたんだよ。そりゃいいな、大いにやってくれ。飛行機は国防の第一線だからな。はい。で、いつ行くんだ。まだ採用通知は来ないんですけれど。大丈夫か。ええ、大抵うまくいったら僕たちでおごってやるぞ。どうぞお願いします。じゃあ少年航空兵、そのつもりでもう一杯お茶だ。はい。あれがまた親孝行でね。ああ、寝ている親父の面倒をよく見るんだよ。寝ているって病気ですか。いや、弾丸の跡が元でね、神経痛で悩まされているんだよ。それは気の毒ですね。ねえおじさん、この間うちへ来た人がね、神経痛には青岩寺のお灸が一番よく効くって言ってたわよ。うん、そんな話だが、何しろどうも少し遠いんでね。そうね。それにわしのは玉の傷跡が元だから、もう一度手術した方がいいかもしれねえよ。あんまりおいしくないかもしれないわ。いや、ごちそうさ。うん、俺は美味しいよ。なかなかよくできたな。そう、でも今年は日照りが続いたんで深い虫にやられたのよ。おひでちゃん、え、今お茶を入れるからゆっくりしててちょうだい。いいのよおばさん、本当にたくさんよ。だってせっかく見舞いに来てもらって、お挨拶どころか看病までさせちゃって。どういたしまして。本当に忙しいんだからお構いなくね。でももうすぐ一片付きするんだから。いいのよ、そんなにお客様に聞くと私帰っちゃうわよ。おやおや、じゃあお構いしませんからごゆっくり。おじいさん、少し休んだら。大丈夫だよ。で坊もめっきりいい子になったな。本当に優しいいい子ですね。郵便。ご苦労さん。ほう、こりゃ航空隊からだな。え、通ったんですか。うん、誠一のやつ喜ぶぞ。まあ、でもね、おじいさん。ん？すぐ入隊することになるんでしょうか。それはわしにもよくわからんが。どうしたんだ。あいにくな時にうちの人が寝込んでしまって。だがお前、誠一が入隊できれば大変名誉なことだし、鎮守様にお参りした甲斐があったよ。ええ、本当に。でも誠一が入隊するまでにうちの人が起きられるようになってくれるといいんですがね。そりゃお前欲が深いよ。でも年を取ってあなたに楽もさせないでこうして忙しい思いをしてもらってるくらいですものね。何お前、いくら年を取ってもまだ働けない体でなし、わしのことは心配することないよ。ですけどね。何お前、誠一の分はわしが夜なべに縄をなってもやってみせるよ。
そんな無理をさせて、もしおじいさんの体に触ったら、それこそ取り返しがつきませんもの。何、大丈夫だよ。いいえ、それはいけません。ねえおじいさん、これは私が預かっておきますから、おじいさんは何も知らないことにしておいてくださいね。うん。ねえおじいさん。おい、おう、やったな。何、俺はあれほど割ったけど言ったね。この傷を見ろ、お前は俺だ。兄さん、喧嘩なんかやめた方がいいぜ。兄弟喧嘩や一夜物を言ってる時じゃないよ。今日本は非常時だからね。何この野郎。ちょっと待った。いくら兄貴だって俺を殴るわけにいかないよ。こう見えても国家に捧げた体なんだ。おい見てくれ、航空隊からの呼び出し状だ。すまないね、こと国に関する問題だからね。あ、せいちゃん、通知が来たよ。そうかい。26日に出てこいって通知だよ。よかったな。君も早く行き返ってみといてよ。うん、じゃあさよなら。さよなら。おじいさん。ああ、誠一か。早かったな。ねえおじいさん、来たの？え？航空隊から通知が来たの？さあ、わしゃ知らんな。ダメだな、ぼんやりしてちゃ。おっかさんどこにいんの？クワをやってるだろ。おっかさん。あ、おかえり。通知が来たの？え、なんの？そら、航空隊の。ううん、来ないよ。え、来ない？そんなはずないんだけどな。どうして？だってサブちゃんのところが来たんだよ。そうかい。郵便屋さんがどっかへ放り込んでいったんじゃないのかな。おじいさん。え、今日郵便屋さん来なかった？おお、見なかったな。かわいそうだな。誠一。え、お父っつぁん起きてたのかい？ああ、おめえ今日はバカに元気がねえが、どっか悪いんじゃねえか？うん。じゃあまた役所で叱られたな。うん。そうか、そんならいいが。お父っつぁん。うん。俺航空隊の試験に通らなかったらしいよ。え、通らなかった？うん。サブちゃんのところへは通知が来たんだけど、うちには来ないんだ。そうか、それでがっかりしてたんだな。だが通らなかったもんは仕方がねえ。なあに、また来年受けるさ。俺もう諦めたよ。それよりもっともっと試験所で一生懸命働いて、早くお父っつぁんに東京の医者を呼んで。心配しねえでもいいよ。お父っつぁんはもうじき治るよ。
おめでとう。通知が来たんですってね。まあどうしたの。来なかったんだよ。通らなかったんだよ。僕、誰にも話す顔がないんだ。でもサブちゃんが通って誠一さんが通らないなんて、私信じられないわ。なんてことをすするんだ。この通知はな、厳格な意味で召集令にも等しいもんだぞ。わずかなうちの事情なんか問題じゃねえ。おい、早く誠一を呼んでくれ。おい誠一、誠一、誠一。誠一、喜べ。おめえは通ってたんだ。え、本当ですか。本当だよ。おっかさんがつまらない思い過ごしからお前にか。いや、おっかさんが悪いのじゃない。わしがな、年のせいかぼんやりしていたもんじゃから。ほら、これが通知書だ。あ、おひでちゃん、やっぱり来てたんだよ。ほら。まあ、よかったね。おっかさん、心配をかけてすみません。いいえ、お前心配するな。もう俺もこの頃はずっと良くなってきたんだ。もうじき起きられるんだ。いや、おめえが航空隊入るためならお父っつぁんは今日からでも起きて働いてみせる。でもお父っつぁん。なに、大丈夫だ。わしだって海軍の軍人だ。僕もきっときっと偉くなって、おじいさんにもお父っつぁんにもおっかさんにも必ず安心してもらえるようになってみせます、うん、これからの日本の国防は第一に航空隊の充実だ。ああ、おめえはその卵になれるんだ。うちのことなんか心配しねえでもいい。現地で行ってこい。みんなの最後の試験、適性検査を行おう。
プちゃん、そんなに泣いてちゃダメだよ。だってせっかくここまで来て、今さら家に帰れないもの。兄貴たちが何て言うか、俺死んだって言って帰らないよ。サブちゃんの気持ちはよくわかるよ。ね、俺だけパスしたってちっとも嬉しくないよ。元気をお出しよ。僕がもう一度教官によく頼んでみてあげるから。昨年に比較して少し健康率が落ちるようだね。被害者の年齢がだんだん若くなるからね。そうか。なんだ。お願いがあります。入れ。はい。服部三郎をもう一度検査していただけませんか。服部三郎、お前が服部三郎か。いいえ、私は水原誠一であります。お前の友達か。はい。検査は手落ちなく十分に行ったんだから、やり直すことはできんぞ。でも服部は合格したつもりで国を出てきたもんですから、泣いて帰らないと言っております。不合格になって残念なのは誰も同じだ。気持ちはよくわかる。しかし僕は親友として黙って見ているに忍びません。お願いします。じゃあここ呼んでこい。俺からよく言ってやる。はい。みんなもう真剣だからな。不合格になった連中は全くかわいそうだよ。お前が服部三郎か。はい。適正検査に合格しなかったものはお前一人ではない。他にたくさんあるんだ。あ、残念だろうが我慢して帰れ。どうしても帰る気にはなりません。どうか採用してください。お前の気持ちはよくわかるが検査の結果だ。諦めろ。教官殿、私は一体どこが悪いんでありますか。肯定機能が悪いから気の毒だが外れたのだ。残念です。もう一度お願いします。そういうわけにはいかん。教官殿、どうしてもダメでしょうか。ダメだ。お前たち少し男らしくないぞ。いいえ、私は服部が家へ帰りたくない事情を一番よく知っております。私は見るに忍びません。もしできることでしたら私の代わりに服部が。いかん。屋敷も帝国海軍の重要事だ。そんな曖昧なことはできん。お前たちはまだ子供だな。教官殿、ここで何かに私を使っていただくわけにはまいりませんか。どうしてお前はまたそんなに言うのか。村の人たちは旗を立って停車窓を送ってくれました。兄たちにはえばれるだけえばって出てきました。ですから私は飛行機に乗らないうちは死んでも国には帰れません。困ったやつだ。はい、困りました。じゃあどうしても飛行機で身を立てたいと言うんだな。はい、どんな苦労でもいたしません。よし、じゃあいいところで世話をしてやろう。え、民間の航空会社だが私の友達がいる。すごい世話をしてやろう。本当ですか。ありがとうございます。まあ一生懸命でやってみ。この水原と競争だぞ。はい、よかったなサブちゃん。どうもありがとうございます。ありがとうございます。総班長、少し服がダブダブでありますが。それでよろしい。体に服を合わせるんではない。え、今ダブダブでも次体の方で合ってくる。さあ入隊式だ。ご連載の前集まれ。
ろいろな試験検査も無事に終わって、諸子はいよいよ今日から海軍少年航空兵になったのである。おめでとう。さて、言うまでもなく、今や我が国は隆々たる国力の発展とともに、周囲にいろいろな問題を含み、複雑な国際関係は死に深刻に向かいつつある。この時にあたって諸子は最も重要な我が航空隊の一員としてここに入隊したのである。各自はすでに十分の覚悟はしているであろうが、その上にも緊張し、いざ断る場合、十分働きのできるよう弁礼せねばならない。はい。スパナ取ってこい。はい。おい、ボロギリ持ってこい。はい。おい、ついでに油汁取ってくれ。はい。おい、スモスが帰ってきたぞ。はい。お帰りなさい。お帰りなさい。南中尉の紹介で来たという少年は？うん、あの男です。おい、服部、ちょっと来い。飛行士の高村さんだ。僕、服部三郎と申します。どうぞよろしく。国はどこだい？茅ヶ崎の代です。ほう、俺も茅ヶ崎だ。僕、塩志村です。じゃあ、俺の隣村じゃないか。え、じゃあ、あなたは千歳の？ああ、曽瀬村の百姓だよ。ああ、そうですか。どうぞよろしく。こいつは愉快だ。お茶を飲みに行くから一緒に来ないか。は、国の話でも聞こうな。は、僕それ持ってきます。あの小僧はちゃっかりしてるぞ。俺、うん、東京のよしみってことになると奴に船長取られるかな。そうはいかないよ。修行は修行、上実は上実だ。あいつこれでまたぬーっとしやがったら、一度気合をかけておく必要があるぜ。うん、うん、そうだそうだ。高村さん。今日日比谷いらっしゃるんでしょ。日比谷。あら、お忘れになったの？伊勢さんのリサイタル。ああ、そうだった。私、お誘いに来たのよ。そう、どうも。おい、君、お茶はこの次にしよう。僕ちょっと着物を控えてくるからね。じゃあ、早くしてね。
しい。集め。東京前のものを手を挙げてみ。はい。はい。よし。では、東京行ったことのないもの。はい。はい。だいぶいるな。よし。最近、球場、明治宮、靖国神社参拝のために、余暇練習生全体で、東京行進を行う。だから、服装、態度、その他に十分注意をしておかなきゃな。いいか。はい。はい。それから、ゆうべまた、ハンモックに寝られて、床に寝たものがあるそうだが、誰か。はい、山本九太郎であります。やっぱり貴様か。はい、面目ないであります。山本はハンモックに乗ると寝られないのか。いえ、よく寝られんであります。ではなぜ床に寝るのか。自分はハンモックに寝ているつもりでも、朝になってみると下に寝ているんであります。夜中に降りるのか。いえ、落ちるらしいんであります。これからハンモックに体を縛って寝てみろ。はい。気をつけ。分かれ。おい、山本、少ししっかりしてくれよ。うん、自分ながら不審でしょうがないよ。貴様、それは一種の病気だぞ。そうだ、あんまり重くならないうちに軍医官に診てもらえよ。どかすなよ。水原誠一。水原誠一。はっ。面会人だ。面会所行け。はっ。誰だろう。早く行ってこいよ。ああ。はあ、なるほどな。あ、おじいさん。おお、誠一。よく来ましたね。お前、立派になったな。お、おひでちゃんも一緒だね。こんにちは。いや、わし一人じゃな、心配じゃと言うてついてきてくれたんじゃ。あ、そう。あ、どうもありがとう。で、お父っつぁんは。お、お父っつぁんはな、とても良くなってな、この頃時々起きて働いてるよ。そうですか。お母さんも元気よ。あ、そう。だが誠一、お前見違えるように立派になったぞ。そうですか。おひでちゃんも一緒になって、そうじろじろ見ちゃいけないよ。だって、軍服がとてもよく似合ってるんだもん。ね、おじいさん。うん、そうだと思う。あ、おじいさん、中案内しようか。じゃあ、一つ見せてもらおうか。ここが教室だよ。ほう、そうかい。ここで自分のシャツや服を洗うんだよ。まあ、そうか。ここが理化学研究室。ここが無線電信室。ここが模型飛行室。ここが道場だよ。ずいぶん広いのね。そんなもんじゃな。まるで学校と同じね。うん、大学の飛行研究生もみんなここへ来てるんだ。そう。はあ。あ、飛行機、飛行機、飛んでる、飛んでる。飛べるようになってくれな。お父ちゃんはお前の飛ぶのを早く見たいとそう言っておるよ。サブちゃんは民間の飛行場の方にいるんだってね。うん。おい、見ろよ。あれ？じゃあサブちゃんと競争ね。うんうん。負けないようにしっかりやってね。ダメだよ、もっと離れて歩かなくちゃ。みんなが見てるじゃないか。
はなんじゃな。食事のラッパだよ。ほう、そうか。じゃあ行くといい。わしたちはもう帰るからな。じゃあ門まで送っていこう。ああ、そうか。食事が済んだら、食事行こうぜ。ああ。おい、遅いぞ。おい、水原が何か持ってくれるそうだから、遠慮なく食おうぜ。え？俺はアンパンに汁粉だ。俺はサイダーに饅頭と行こう。どうして俺がおごるんだ？どうしてもクソもあるか。今、貴様が案内してたのは。ありゃ、妹だよ。俺の妹だよ。妹？嘘つけ。本当だよ。妹なら何も、俺たちを見て慌てることはないじゃないか。貴様は急に敵前旋回をやったぞ。とにかく男らしく思ってしまえよ。すまん。俺も汁粉を一杯食べようかな。おい、貴様たち飯を食った後少し加減しないと体に毒だぞ。余計な心配するなよ。汁粉の5杯や6杯分はちゃんと腹の中に開けてあるんだ。なあ、山本。どうだと思う。もう少し何か高いもんないかな。ないかな。ないかな。おい、今度は何か腹のすくものが食いたいな。駆け足で体内を一回りしてこいよ。だが今回の件は汁粉短パンじゃ少し安すぎたな。あ、そうだ。ああいう光景はもっと思ってもいい。冗談言うなよ。あれは俺の妹だっていうのに。疑い深い奴らだな。妹？そうだよ。だって貴様、妹があるなんてこれまで一度も俺に言わなかったぞ。それに第一貴様にちっとも似てないじゃないか。白状しろよ。うるさい奴らだな。そんな余計な心配をしてる暇にハンモックから落ちない工夫でもしておけよ。こいつ。おい、山本、どうせ夜中に落ちるんだから乗るだけ無駄だろ。何言ってんで。第一艦隊に出動命令が下ったぞ。そうか。じゃあまた久しぶりでドカンとやれるな。上海以来だ。第一艦隊の一部は明朝未明某方面に向かって出動する。艦隊乗組は柴田隊、杉村中尉、中野中尉以下下士官兵10名に命令が下った。直ちに出発の用意をせ。はい。部長、そうすると残った我々はどうなんでありますか。君たちはご苦労だが、引き続いて少年航空兵の訓練に努力してもらいたい。しかし我々だけがその線に漏れるということはいかにも心外に考えますが、それはやむを得ない。事件はまだそれほど悪化はしていないんだ。目下のところ気流民保護が急務だ。だから出動する者は偵察機が主だ。戦闘機や爆撃機が出かける時が来れば当然君たちにも命令が下るんだ。大事な時だ。各自一層自重してほしい。はい、はい。おい、
っかりやってこい。貴様たちも早く来いよ。待ってるぞ。そうか。はい。お呼びでしたか。いや、呼ばないよ。そうですか。なんだいその手紙は。水原からです。少年航空兵の東京更新があるって知らせてきたんです。ああ、いつだい。今日なんです。今から行って間に合うか。やっていただけるんですか。ああ、行ってこい。え、ちょうどお前に買い物を頼もうと思ってたところだ。あ、そうですか。どうもありがとうございます。おいおい、そう慌てるな。この手紙を持ってけば分かる。は、麹町区三番町岸村節子様。ああ、この間自動車で来られた方ですか。そうだ。変なやつだな。何がおかしいんだ。いや別に。じゃあついでに東京更新を見てきていいんですね。ああ、行ってまいります。おいおい、そう慌てるな。お小遣い。あ、どうもすみません。あ、どこ行くの。丸の内だよ。丸の内。ちょうどいいや、ちょい頼ま。おい、お前新米の割に随分慣れないしな。そう言うなよ、高村さんのお使いなんだぜ。急いで頼まね。お待ちどうさまでした。それから歯磨きちょうだいな。何にいたしましょう。そうね、クラブがいいわ。はい。ちょっと、ちょっと。あ、はい。あんたさっきから何そわそわしてんの。いえ、別に。あ、来た。
おい、最近戦争が始まるぞ。そうかい？俺もそんな噂を聞いた。本当かい？うん、確かなところから聞いたんだ。相手はどこだ？そりゃ軍の秘密だ。いえ、こいつ偉そうなこと言いやって。よし、教官に聞いてみよう。うん。教官。うん？なんだ？最近戦争が始まるそうでありますが、本当であります。誰がそんなことを言ったか。あるところからちょっと聞いたのであります。戦争はあるかもしれない。相手はどこです？さあ、どうかな。だが、もっか世界のどの国といえども、我が日本を相手に戦争しようとする国はないだろう。日本は今、戦いを挑む国があれば即座にそれを撃破する用意と覚悟ができているからな。だが、それでも列国間には常に戦争の起こりそうな原因が発生しつつあるんだ。現にある事件のために、我が第一艦隊の一部はすでに出動しておる。今日もまた某方面に特務官が出発することになっておるんだ。教官も最近艦隊へ乗り込まれると聞きました。俺はまだ行かん。俺には貴様たちを早く一人前にする役目があるんだ。早く飛びたいな。もう時期だ、辛抱せ。よか練習生の訓練を終えて4ヶ月の艦上勤務が済めば、いよいよ霞ヶ浦で飛行の実習だ。おい、見ろ、特務官が出かけてくぞ。おい、誰か手旗信号で奮闘を祈ると信号してやれ。はい。あの特務官には貴様たちの先輩もたくさん乗ってるはずだぞ。すいません。はい。だけど見たらいいだろうな。何をぼんやりしてるんだ君。あれどうしてプーっていうか知ってる？お前のことだ。プーって飛ぶからだって言いたいんだろう。違うよ、正確に言えばプージュッセル、訳して空の白身という。そんなことお前に幼なったって知ってるよ。じゃあその訳は？つまりだな、なんとなくあの格好が白身に似てるからって言うんだ。なんとなくね。うん。あれ白身似てるかね？似てるよ。似ていない。お前は知らないんだ。フランスのシラミはああいう格好してるんだ。フランスのシラミ？うん。本当か？うん、はいはい。そんなバカなこと言ってると人に笑われるぞ。空のシラミというのは空へくっついて落ちない。つまり安全だという意味なんだ。それ見ろ。何がそれ見ろだ。フランスのシラミはああいう格好だってよたいやがって。じゃあ、プーは全く安全なんですね。うん、まあ大体においてな。じゃあ僕に一回飛ばさせてください。いくら安全でもお前にはまだ無理だな。それ見ろ、お前は少年航空兵の適正検査に跳ねられたんじゃないか。僕弁解しますけどね、実際あの時は体の調子が悪かったんですよ。大気あんなにくるくる回る機械なんか嫌いですよ。なんと言っても本物です。本物で試すとね、絶対大丈夫です。ね、お願いです。ぜひ一つ。よし、支度してこい。え？はい。お先へ失礼。なったよ。機長、とうとう打診券あった。来た時からどうもちゃっかりしてやつだと思ったよ。うん、
換閉めとけ。はい。またバカに飛行機のことが大きいぞ。タブローの人たちがいたら喜んで飛び出したろ。
ちは。こんにちは。おひでちゃんも来たの。ええ、もう少しこっち見て。そう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 。じゃあ行くよ。サブちゃん。あ、おばさん。うん、俺はそのあけ曲がったとこなんだよ。あれが、あれはね、油が降りてくるんだ、そこから。こんにちは。早速したよ。そう。ここでね、ここまで割合と。うん。早く。姉ちゃんのこういう写真が撮れたいですね。その時は一番いい写真機で撮りますよ。どうもありがとどっから来た。友達からであります。写真か。ちょっと見せい。じゃあ貴様も早く飛びたいんだろうな。はっ、家の者がみんな待ち構えております。うん、そうだろう。貴様の気持ちはよくわかるぞ。はい、元気を出せ。この勘定勤務が終わればいよいよ飛行だ。はい、やれよ。ヨカレン時代の勉強が後で物言うようになるんだぞ。はっ。各して少年航空兵は横須賀におけるヨカ練習生の協定を終えて飛行練習生として霞ヶ浦航空隊に入隊した。練習の過程も終わり、明日から実地操縦に入ると書いてあるぞ。じゃあいよいよ飛べるのね。おお、喜んでんような顔が見えるようだ。おばさん、どうしたの。うん、なんでもないの。おじいさん、それからなんて書いてあるの。お父さんも、お母さんも、おじいさんも、体を気をつけて、病気にならないようにしてください。僕はまた500名ばかり目方が増えました。はあ、
とても元気ですから喜んでください。それからおひでちゃんも達者ですか。ああ、よろしく言ってくださいと書いてあるぞ。そう、嬉しそうな顔して。嫌なおじいさん。あ、こんにちは。お、こんにちは。こんにちは。どちらへ。記念碑の除幕式の相談で村長さんに呼ばれてね。ほう、じゃあもうあの記念碑はできましたか。ええ、立派にできましたよ。ほう、そうですか。じゃあまた。はごめんください。ごめんくださいませ。あ、君、あの裏の方もね、よく掃除をしておいてね。あ、いや、遅くなりました。お、山崎君か。あのな、先日横須賀陳事府に頼んでおいた除幕式の追悼志向ね、はい、あれは許しが出たよ。そりゃよかったですな。それでね、霞ヶ浦の航空隊から村岡君の戦友の南とかいうお方が飛んできてくださるそうだ。そりゃさざめし、村岡さんの霊もお喜びになることでしょう。それでね、君に相談があるんだから、ちょっとわしのところに来てもらおうか。あ、ちょっとお願いします。伊沢練習生475離着陸、同乗、出発します。格納庫のそばへ待たしておけ。はあ、いい層だから行きましょうね。お前もおいで。ここでお待ちになるに言われました。あ、そうですか。どうもありがとうございました。すごいな。高村か、しばらく。いや、ごきげんよう。あ、こんにちは。こんにちは。あ、教官、服部三郎です。あの先生はどうもいろいろとありがとうございました。ああ、一生懸命やってるか。水原もなかなか熱心にやってるぞ。はほら、あれが水原だ。ああ。君が赤城に乗り込んで出かけると聞いたから、大いに風を祝おうと思ってやってきたんだよ。いや、ありがとう。一つ、痛快にやってくれ。うん。上海の次にはボーイングのスピードに暮らしを燃やしたってやないか。いや、もうその心配はないよ。それに新しいカウリングをつけて一度抵抗を減少したんだ。ほう、じゃあその新しいやつで今度は大いに暴れ回るっていうわけだね。うん。あ、向こうに葛西がいるんだけど。葛西どうだ、ちょっと行ってみないか。久しぶりだな。あ、君たちちょっとここにいてくれたまえ。おい、葛西、高村だ。いやー、しばらく。やっとるね。伊沢練習生475、離着陸、同乗、帰りました。おい、伊沢原。はっ。服部三郎が来てるから、お前、会ってやれ。はっ。サブちゃん。お、せいちゃん。いつ来た？さっきだ。君の仕込みに見たけど、見事なもんだな。おだてるな。君こそ上手くなったろ。いや、俺はダメだよ。謙遜してるな。いや、本当だよ。じゃあ、ダメだね。うん、ダメなんだ。しかし、今日は君の風で大いに祝おうと思ってやってしまった。残念だな。飛行場からであります。
たんだ。うん、さっき話した追悼飛行の命令だ。おい水原。はい。お前確か東村の出身だったな。はそうか。じゃあ上海事変で名誉の戦死を遂げた村岡国を知っとるか。はお名前はよく存じております。やつは俺の戦友だ。で今日やつの記念室の追悼式に追悼飛行区なんだけど、お前も同情せい。は教官ありがとうございます。その代わりお前も一直となった場合身をもって敵にぶつかるような人間にならなくちゃいかんぞ。はい。ちょっと、あ、大丈夫だ。お嬢さんすいませんけど自動車は発車できませんか。え、せいちゃんのうちの人たちに知らせてやろうと思うんです。あんた運転できんの。まあどうにか。じゃあ乗せてってあげるわ。そうですか。じゃあお願いします。サブちゃんありがとう。みんなによろしくね。あ、じゃあ行ってくわね。あ、出らっしゃい。じゃあ待ってるよ。時計をちょっと。大丈夫よ。だけどあんた本当にお友達思いね。いえ、それよりとんだご迷惑だからすみません。いえ、私こういうこと大好きなのよ。悪い道ね。すいません、でもここが一番近い道なんですよ。あんた人を噛まないでしてちょうだい。また飛んできやがったな。ああ。どうも毎度やかましいございます。もう後ろの三郎がまた飛んできましてね。こんにちは。どうもご声援ともね。いいお天気でございます。こんにちは。そのやつはまたやってきましてね、どうも飛ぶことを覚えたもんだから、どうも涼しくていけねえ。三郎、制限にしろよ。残った。あれ見たら、おめえじゃなかったのかよ、これ。あ、
あれ、じいちゃんだよ。じいちゃん。おじいさん。おあれ、せいちゃんですよ。せいちか。ああ、おたか。よへ、せいちが飛んできたぞ。え、せいちが。せいちが飛んできた。これ、これ、これ、これ。あれだ。あれだ、あれだ。おばちゃん、あれ、せいちさんじゃない？せいちですよ。やっぱり。あたし、みんなに知らせてくるわ。あ、せいちだ。せいちさんよ、ね、せいちさんが飛んできたわ。せいちさんが飛んできましたよ、ね、みんな。ね、せいちさんよ、せいちさんが飛んできたわ。ね、兄さん、せいちさんが飛んできたわよ。本当か？父さん、もう帰っていくだよ。おたか、おたか、おたか、お前泣いてばかりいて人も見なかったじゃないか。
もらって帰っていく。泣くのは後でもいい。さあ、涙を拭いて。さあさあ、見ろ、ほら、あれ、ほら。当てるな。横滑りで消すんだ。俺が応急処置を取る。だから操縦桿は離さない。だからお前先に飛び出せ。いいえ、私は飛行機と命を共にします。教官、早く飛び出してください。教官、バカ、市街の上だぞ。俺だけお信号を見せて避難できるか。航空にとって大切な方です。早く早く飛び出してください。何を言ってるか。今墜落したら程度に火災を起こすぞ。大丈夫です。機体は私が視力を尽くして郊外まで持っていきます。教官、早く。あ、危ない。水だ。早く出ろ、早く出ろ。機体は俺が引き受けた。おい、水だ、早く出ろ。教官、水だ、早く出ろ。おい、出ないか。水だ、早く出ろ。おい、出ろ。
京か。あ、京か。京か。南京か。南京か。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 南京か。お、京だ。我が霞ヶ浦航空隊全員は帝国の威信と正義のためいよいよ某方面に出動することとなった。隊員各位の奮闘を祈る。なおこの機会にそいつ飛行将校として勇猛なる責任感に終始したる皆に注意および水原一等航空兵の表彰を行う。連行表彰。海軍中尉南博士、海軍一等航空兵水原誠二、右は8月17日故海軍大尉村岡邦夫殉職記念碑除幕式にあたり南中尉操縦水原一等航空兵道場にて式場より帰還のと東京市上空に差し掛かりし際突然発動距離発火し脚砲手段を尽くしてこれが生涯に努めたるもその甲斐なく火星ますます盛んとなり操縦困難の状態に陥ったるをもって南中尉はまず水原練習生を脱出せしめなる後落下傘降下を決意したるも低等上空においてこのまま燃えつつある飛行機を見捨てんかその最下の及ぶところ重大なるものあるに相当し危険を犯しかろうじて飛行機を降下へ安全なる地帯に至るまで操縦し身に重傷を負いつつもついに市街に危険を及ぼすことながらしめたりその責任観念の強烈にして沈着果断地位に適したる処置は演熟せる技量とともに万人の称賛を置く与わざるところなり。また同乗せる水原一等航空兵は落下傘により着陸するや南中尉が火炎猛猛たる墜落機のそばに投げ出され人事不正となりこのまま放置するときは調子を免れられる状態なりしを剣を犯し同中尉を基地より救い出せり生死の境に臨み一心の安置を顧みず上官の避難を救い至る行為はすなわち軍人精神の発露にしてもって囚人の模範として推奨するに足るものなりよってここにその善行を表彰する。ザラはっ、いよいよ時が来たぞ。はっ、愉快であります。貴様もしっかりやるんだぞ。はっ、しっかりやるであります。南中尉。はこういう時期じゃが君はしばらく静養するように司令にもお願いしてあるから。あ、ご配慮は感謝しますが自分は今日の訓練を待っておりました。この式の不祥で出動に遅れましては国家に対して申し訳ありません。南中尉は帝国軍人であります。うん、よろしい、一緒に出動せ。